西洋電気株式会社は大正時代に存在した日本の電力会社である中国電力ネットワーク管内にかつて存在した事業者の一つ現在の山口県山口市にて1898年に開業した初代山口電灯を起源とする同社が3年で解散した後個人経営で継続されていた電気事業を 再び会社組織に移すことで1914年に二代目山口伝統、後の山陽電機が成立した。山陽電機は相次ぐ事業統合により規模を拡大し、県中央部及び周南地区に供給区域を広げた。1924年、山口県による県営電機事業の成立に伴い県に事業を上都市消滅した。年月、 下関市において馬刊伝統が開業したことで山口県においても電気事業が始まった。同社設立に刺激され県庁所在地の吉木郡山口町でも電気事業の企業が具体化される。翌1897年1月21日には北起人に対し低新省の事業許可が下りた。中心人物は山口の旧家で酒造業者の万代利地で 下関に先を越されたので、山口でも、早急に事業化するようにと旧知の伊藤博文より、干渉されたのが企業の契機という。1897年10月12日、山口長石観音町27番地にて、山口伝統株式会社が設立された。資本金は3万円。バンダイ自身が社長についた。山口伝統では、 東京電灯からの技術導入をもとに電源として、石観音町へ火力発電所を建設、山口町と周辺の上宇の礼村、下宇の礼村、宮野村、大内村を供給区域として1898年4月3日に開業した。山口県では、馬関電灯に続く2番目、中国地方全体でも前年の尾道電灯に、続いて6番目に開業した電気事業となった。 山口伝統発起人の一人で会社解散後に山口伝統所の経営に当たった片金三郎をこうして開業に至ったが他の中国地方の電気事業者が創業期の不振を乗り越え発展していったのに対し山口伝統では需要化300個程度伝統数650頭前後から伸びが見られず利益が上がることさえなく赤字経営が続いた 経営改善のため1900年5月に製氷業への進出を企画するも、そのための設備新設、改修さえも不可能な状態であり、結局翌1901年7月26日の株主総会にて山口伝統は会社解散と決定8月31日をもって事業は閉鎖された。解散に伴い同年10月12日、 監査役を務めていた地元の穀物商古見笠さぶが廃業を惜しんで事業を1万円で引き取った。この個人営の山口伝統書は半年後の1902年3月、古見から取締役であった片富次郎に転売され、さらに同年7月には山口県出身の実業家で発起人でもあった片金三郎が引き受けた。山口町における 電気事業が失敗したのは、電灯料金が他の事業者に比べ高すぎることと、街に夜間需要の乏しい県庁、学校はあるが商工業が未発達で、電灯需要が希薄であったことが理由とされる。初代社長、桂原井の平1911年8月、山口伝統所では発電設備の更新が実施され、ブリティッシュとムソンヒューストン製の125キロワット、 炭素交流発電機が新設された。山口伝統所の伝統数は1902年以来戦闘頭余りで停滞していたが、設備更新を機に増加し始める。翌年に伝統料金が10食等で10銭の値下げとなったことも増加傾向を強めた。1914年に1月1日、県内出身の実業家、桂原井の平が11万円にて、山口伝統所を 画電から買い受けた。買収後、桂原は事業を個人経営から株式会社組織へと改組し、同年10月23日、二代目の山口伝統株式会社を設立した。桂原は二代目山口伝統の社長となり、事業の拡大を推進していく。その第一弾が大井川での水力発電所建設であり、1914年6月に水利権を 取得、1916年6月に、阿武郡渋木村にて、大井川発電所を完成させた。この大井川発電所は、山口県最初の水力発電所である。発電所出力は3 0 0ットで、9月には、発電所と山口、小郡、萩の3つの変電所とを結ぶ2 2ルト送電線による送電も始まった。 水力発電所建設に伴い2度にわたって料金が改定され、1916年8月以降は16、食糖の倍月額85銭となった。料金引き下げに加え供給区域が阿武郡、峰郡にも広がったことで、電灯数は1916年末には約1万1500灯まで伸長する。また大口の電力需要化も出現し、 小郡の小郡伝統や部郡の河井川鉱山に供給するようになった。山口伝統は大井川発電所建設に続き、1916年11月、大井川第二発電所の建設許可を得た。それ以外にも津野群、麻郡の工場地帯に対する電力供給と、そのための発電所建設を企画する。事業拡大資金の調達と、 設立時から資本金15万円のままで、自己資本比率が低くなったのを改善すべく、山口伝統は一挙に200万円へと増資することとなった。この規模の増資を地元、山口だけで賄うことができないため、山口伝統は県外の平賀聡し、坂野哲二郎らに資本参加を求めた。増資は1916年11月30日の 臨時株主総会で議決され、同時に社名が山口伝統から山陽電機株式会社へと改められた。加えて役員が改選され、桂原井ハの平に代わって平賀が社長に就任している。社名変更後、山陽電機は周辺事業者の統合をはじめ、1917年の1年間だけで、小ご電灯、伝統、角電機、大津伝統の3社からそれぞれ事業を買収した。 統合事業者の概要は以下の通り、角電気の合併で建設を引き継いだ徳山発電所は合併後1917年6月に完成した。完成を機に徳山町での配電も始まり、町内ではガス灯に代わって電灯がついた。発電所はこのほか、前述の大井川第二発電所が1918年8月に完成している。 クハラ・フサノスケ事業拡大の最中にあたる1917年12月、山陽電機への解消とともに成立したばかりの平が、佐藤氏らの新経営陣は、桂原井の平を含め全員辞任した。同年8月から、山陽電機の株式をクハラ・フサノスケらクハラ家が買収しており、クハラ財閥の参加に入ったことに伴う移動であった。クハラによる買収は、 山陽電気の供給区域となった津郡、群、下松町での造船所建設計画に関係するものとみられる。社長には、久原房之助の推薦で、山口町の八木総重郎が就任したものの、その他の役員は、取締役の小平奈美平など、久原関係の人物で固められた。久原の参加に入った後も、事業統合は続き、 まず1918年10月16日に、朝郡の長戸電灯から事業を買収、ついで1921年3月9日には、阿武川水力電機を合併した。両者の概要は以下の通り。相次ぐ事業統合により、山陽電機の供給区域は拡大を続け、最終的には、山口県中部、吉木郡、阿武郡、大津郡、峰郡、朝郡、 津野軍、熊毛軍の7軍78町村へと広がった。供給実績についても着実に伸長し、1923年には約11万5千0の電灯と約4300キロワットの電力を供給するまでになった。同年9月末時点の大口需要家には、徳山海軍燃料省、大阪鉄板製造、日立製作所、笠戸工場、 小野田セメント製造などがなお連ねる。一方、電源には1923年4月に出力2 8 4 0ットの阿部川発電所が加わり、総発電力は発電所4箇所で5 6 8 0ットとなった。それ以外にも1920年10月より岩国電機からの百キロワットの受電を始めた。事業拡大が続いた電であったが、 山口県営電気事業の創設に伴いその役割を終えることとなった。県営電気事業の構想は、西木川での県営発電所開発を目指す中で、浮上する。分立状態にある県内の電気事業を統合して、経営の効率化を図るべく、県は1922年6月より主要事業者5社との交渉を始める。これに対し山陽電気と宇部電気、 中外電機の3社が県への事業譲渡に賛同する姿勢を示したことから、まず3社の事業の県営化が具体化される。翌1923年7月28日、県と山陽電機の間に事業譲渡契約が成立し、順次他の2社についても成立した。翌1924年4月1日、山陽電機、上電機、中外電機の3社の事業が県営化され、 山口県営電気事業が成立した。山陽電気の買収価格は1505万400円で、会社には同額の検査が交付された。以下、中国地方電気事業士間末年表を転居とする。1921年6月末時点における山陽電気の供給区域は以下の通り、いずれも山口県内である。山陽電機が運転していた。 発電所は以下の7箇所である。ありがとうございます。